トラビッシュジャパンとナンバー、アイは特に岸くんジングくんトリプルカイトが仲良いし、絶対裏ではお話ししたりしてると想像していたが、まさかこんな近くで見てたとは。ナンバー、アイ、つまり平野史洋、ジングージユータ、そして岸シユータからなるグループが、1日、TBS の特別番組、CDTV ライブ、ライブ、に初出演した。このイベントは4時間30分にわたるスペシャル番組で、 後半6時30分から10時57分まで放送された。番組では午後8時台にデビュー曲、ゴートをフルサイズで披露した。事前の打ち合わせでスタッフからどんなライブをしたいか尋ねられた際、平野はノリノリで、ぶち上げ、ぶちかまじゃない、と提案し、岸士と神宮寺も同意した。そして平野が特別なことをやりたい、MV とリンクとかと提案したことで、MV のゴルフ、カート持ち込みライブを披露することになった。 この、ぶち上げ、ぶち釜のフレーズは番組中に随所で使われ、X のトレンドでは、カニカマがトップ5入りするほどの盛り上がりを見せた。五目時代には、2ND デジタルシングル、ブローユアカバーをフルサイズでテレビ初パフォーマンス。番組序盤で騎士が、二面性を楽しんでいただきたいですと話していたように、平野は、しっぷり行きたい。曲に合わせた照明、薄暗い方がかっこいい。 この曲のイメージが、またその人のことを考えていたら朝になってしまっているみたいな。曇りの日の朝、すすき青い照明が合ってると説明した。トレンドに、カミカマと、キシ君の手作りさんドイッチがランクインしていることに驚きつつも、ナンバー、愛のパフォーマンスに感動した。三人でカートに乗るシーンは、まさかの展開で最後の笑顔に胸が熱くなった。CDTV さんが用意した演出が本当に素晴らしく、ナンバー、 愛への愛情が感じられた。ブローユアカバーをフルサイズで聴けて嬉しかった。ナンバー、愛の表現するしっとりとした大人の感情に胸が締め付けられた。照明の演出は彼らを美しく彩り、トラビッシュジャパンとナンバー、愛の友情、お互いをリスペクトし合っている姿が微笑ましい。トラビッシュジャパンとナンバー、愛は特に騎士と神宮寺、そしてトリプルカイトの絆が深いことが分かった。 視聴者としては、彼らがこんなにも仲が良く、パフォーマンスを共にする姿が素晴らしいと感じた。このようなイベントがまた見たいと思わせる内容だった。番組スタッフは視聴者の要望に応え、新たな演出を提案した。それは従来のスモークとは異なるミストを使用し、レーザーと照明を組み合わせて夕方から薄暗い蝶への時間経過を表現するものだった。これに対し、神宮寺は、顔が大事なんですよねこの曲と述べ。 騎士も大人の感じとコメントした。そして彼らは繊細な楽曲の世界観を伝えることに力を注いだ。彼らのパフォーマンスは切なく美しくしなやかなダンスと歌声、表情で観客を魅了した。そして歌い終えた瞬間には大きな歓声が上がり、トラビッシュジャパンがナンバー、愛に向けてサムズアップを送る場面もあった。このような交流に視聴者は感激したようだ。SNS では 視聴者たちが両者の絡みに感動している様子が垣間見える。終了後のトラジャの風やトラジャとナンバー、愛が交わる姿に対する感想が殺到している。このような特別な番組はファンにとっては非常に貴重なものだ。そして彼らのパフォーマンスからは友情や尊敬の気持ちが伝わってきた。今後も彼らの活動に注目したいと思わせる内容だった。何度も見てしまいたくなるような素晴らしいパフォーマンス。 このような演出や交流を見るたびに、彼らの才能や絆に改めて感動させられる。彼らの今後の活動がますます楽しみだ。トレンドに、カニカマと、キシ君の手作りサンド、イッチがランクインしていて増えてしまいましたが、ナンバー、愛の底力を見せつけたダンスと歌唱と演出に感極まるものがありました。3人でカートに乗るシーンは、まさかとドギモを抜かれて、最後の笑顔が眩しかったです。 本当にカートを運んできたんだと CDTV さんの腹をくくったような何でもあれの演出がナンバー、愛への愛を感じて嬉しかったです。ブローユアカバーはセクシーな黒マニキュアやミストでの演出がグッと来て世界観に引き込まれました。トラビッシュジャパンとの笑顔での賞賛のシーンも良かった。すごいものを見てしまった気持ちになりました。ブローユアカバーをフルサイズで聴けて嬉しい。 ナンバー、愛のしっとりした大人っぽく切ない情感に胸が締め付けられました。照明の演出は紫テルさん、岸くん、神宮寺くんを美しく彩っていた、トラビッシュジャパンとナンバー、愛の友情、お互いをリスペクトし合っているのを感じる。事務所は別々になってもずっとエールを送り合っているのは、微笑ましい。